帝国は今壊滅の危機に陥っています。エラー、世界が均衡を保つ働きをするとき、同時に歪みが生まれる、そしてそこから生まれる汚れ、世界の天敵。帝国は、エラー、によって蝕まれています。それらを解決しなければ主様は帝国から出ることはできません。帝国にはびこるエラーは倒しても倒しても何度も出現する、恐怖戦を強いられ、今までのようにない繁殖力から帝国は内部と外部の接触を一切断っている鎖国状態です。メリア様の救出、私が知らない間に増えた地球の戦国人たちと会うためにはこの帝国の危機を救わないとご協力できません。帝国最後の切り札、帝王里様の帰還が私たち帝国従属人にとって最後の希望なのです。現在帝国を支えているのは私含め3名、帝国が誇る三大戦力となります。帝国戦功部隊総長、武将、正規人、ソルテ、ピュアデーモン。帝国護衛部隊総長、首相、守護天神、ラル、ロゼデウス。帝国統括代理、首相、神聖エルフ、アリジア、ホーリーナイト。そして帝国に残された帝王里様の専属人である。これは帝国存亡をかけた戦い、どうか私たちに導きを。そして新たな伝説を、これは新ユレカ帝国の歴史、英雄譚の増刊としましょう。さあ、始めましょう。専属神戦の最後の幕を。